茨城県は28日、県内で新たに新型コロナウイルスの感染者1人を確認したと発表した。美浦在住の50代女性看護師で、守谷慶友病院、守谷市に勤務。軽症という、県が感染経路や濃厚接触者を調べる。県内の感染者は計162人になった。また県は、患者2人が退院したことも明らかにした。退院者計30人を含め回復者は計33人となった。県によると、看護師の女性は27日に37度台の微熱とともに全身倦怠、倦怠、肝の症状が出て、翌28日に咳、咳、頭痛なども加わり、PCR 検査で陽性が判明した。女性が勤務する病院によると、女性は今月2日から新型コロナウイルス患者を担当していた。27日は出勤し、午後になり倦怠感が強くなり早退した。現在、入院しているという。病院はこの女性以外に感染を疑う職員はないとしているが、30日まで入院患者や救急車の受け入れを停止すると発表した。